鈴木セルボ。セルボは、鈴木が製造、販売していた、軽自動車である。社名はイタリア語でおじかを指す、セルボ、チェルボに由来する。警府上は、フロンテクーペを始祖とする、パーソナルユーズをコンセプトとした2ドアの軽、スペシャルティカーである。1977年、昭和52年10月から 360cc の、旧規格による、 スポーツカーであったフロンテクーペの製造中止から1年4ヶ月を経て 550cc の新型企画車として発売。新企画に合わせて寸法が拡大されている。基本的にはジョルジェット・ジュージアーロがスタイリングを手掛けたフロンテクーペの異常が踏襲されているものの以下のような変更点がある。外観ではヘッドランプを丸型にフォグランプを角型として フロントグリルの家へ移動、フェンダーミラーをタルボ型からスクエアなデザインに変更、バンパーを大型化するなどの点。ユーティリティではフロンテクーペでは完全なプラスに仕様だったリアシートを大型化するとともに可藤式としてラゲッジスペースとして使えるようにもし、合わせてリアウィンドウをガラスハッチへ変更するなど大きく手が入れられた。エンジンは 水冷にストローク直列3気筒 539cc を後部に横置き搭載したリアエンジンリアドライブとなっている。ドライビングポジションはフロンテクーペ同様非常に低くボンネットの中ほどまで足を投げ出すというスポーツカー的な運転姿勢であり、基本的に2人乗りという考えで設計されていた、放棄上は4人乗りの2プラス2であった。フロンテクーペが ミニスポーツをコンセプトとしたのに対し、このセルボは女性をターゲットとしたパーソナルクーペへと路線変更されている。グレードは CXG、CXL、CX の3種類が存在し、CXG のみ10インチスチールディスクホイール、PCD は 110mm& フロントディスクブレーキを装備した足回りを持つが、CXL と CX は10インチ合わせ、 スチールホイール四輪、ドラムブレーキを装備した足回りであった。CXL の L は、レーデス仕様を指し、サンバイザーの裏には、バニティミラーを装備。また室内色も、CXG の黒に対し CXL は、クリーム色となっていた。CX は廉価仕様。トランスミッションは四足マニュアルのみ。サスペンションは四輪独立喧嘩を採用しているが、 低いシルエットを実現するためにそのストロークは短くなっている。CXG のインパネはフロンテクーペ同様、時計を含め丸型6連メーターを特徴とする。1979年、昭和54年に初代アルトが発売されると、軽自動車市場での人気は、税制面で優遇されるボンネット版タイプに集中し、セルボは、 販売面で成功したとは言い難いものであった。ヨーロッパへは4ストローク 1000cc エンジンを搭載した車種 SC100 型が輸出され、イギリスではビズキットという名称で販売されていた。より重量のあるエンジンを RR レイアウトに搭載したことによる前輪荷重の不足を補うため、フロントバンパー内にバランスウェイトが装着されていた。この輸出型の F10A エンジンは、 1981年、昭和56年、SJ410、ジムニー1000にも搭載された、日本国内は1982年、昭和57年から。1978年、昭和53年、マイナーチェンジを受け、前期モデルでは、ハイバック型だった、フロントシートが、ヘッドレスト分離型になるなど、小変更。武蔵工業大学、現、 東京都市大学が研究していた水素自動車の一連の試作車、武蔵シリーズでは、それまで使用された4ストロークエンジンでは問題があるため、1977年、昭和52年の3号車には2ストロークエンジンを搭載したセルボがベースに選定された。研究終了後は放置されていたため、2014年に鈴木が引き取り、外観を整備した上で、 鈴木歴史館で公開されている。4ナンバーの軽ボンネット版の設定だけとなる。そのため、初代から続く、スペシャリティ路線は踏襲しつつも、クーペから、スポーツワゴンを意識したボディへと変化している。外装は2代目アルトをベースとして、主にボディの後部を変更。ウェイビールックと名付けられた、後端に向けてうねったルーフ形状が特徴。C ピラーが太く、その付け根に、 小さな翼をイメージしたスポイラーを装備。ルーフ前半はブロンズガラス製のグラスルーフとなっている。内装はダッシュボードは2台目アルト、ステアリングは2台目アルトツインカムから流用。ドアパネルも初代アルトワークスをベースにすると共有化が図られる一方で、インテリアコンセプトに武劇に出てくるアメリカの子供部屋を掲げ、フロントシートはグレートレモンイエローのに、 トーンバケットシート、リアシートからトランクルームにかけてはグレーを基調として、アクセントにレインイエローを配色して天井までフルトリム化している。また10箇所以上収納スペースを設け、収納力にも配慮している。エンジンは、新開発会5バイト型 550cc の直列、3気筒搭載チェシー12バルブを搭載し、シングルキャブレター式の3気筒サイチェシー12、 バルブエンジンで最高出力は40馬力。駆動方式は、前輪駆動とパートタイム 4WD の2種類で、4WD は5速 MT のみだが、前輪駆動には5速 MT とロックアップ機の3速、AT を設定した。グレードの設定はない代わりに、AM ラジオ、フォグランプ、リアワイパー、運転席、シートリフター等が標準装備となっている。 後に追加された特別使用者、ご機嫌パックはエアコン、世界初の電動式、パワーステアリング、オーディオとシーピラースピーカーに、ジアトネ、三菱電機製が装備されていた。またこのモデルは、女性バイクチームのチームアンジェラが、サファリラリーにエントリーしクラス優勝を成し遂げている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。